すみません、お待たせしちゃって。ん？なんかありました？何もない。そうですか。今日の晩ご飯ですが。ご飯！皆さん、リクエストありますか？ご飯！俺、ハンバーガー！あと、揚げた玉ねぎと、デザートはチョコレートムース！オニオンリングな。ゆず、おめえ昨日も一昨日も同じメニューリクエストしてなかったか？だってさ、今まで食べたことなかったんだもん。おばあちゃんがダメよって。犬にチョコのカカオマスや玉ねぎの成分はダメですからね。海鮮サラダと生春巻きが食べたいです。はい、ジン君は？もちカレージンニーこそこの1週間毎日カレーじゃん。それがどうした？俺はサンドの飯よりカレーが好きなんだよ。サンドの飯ですけどね。俺の血はターメリックでできてるぜ。なんか俺もカレー食べたくなっちゃった。カレ兄さん、俺もカレー。はい、カレーに変更ですね。ううん、ハンバーガーと揚げた玉ねぎとカレー、デザートはチョコレートムース。おい、高カロリーすぎる。そんなに食べたら太るぞ。気にしないよ。コロコロ太ったワンコは可愛いってみんな言うもん。それ自分で言うか。明日の夜はステージだ。動きが鈍ったり声が出にくくなったらどうするつもりだ。まあまあ、そう固いこと言うなって。普段から習慣にしておかないとダメなんですよ。食事管理も考えながらコンディションを常に意識して生活することが大切なんです。めんどくさいな。めんどくさいとはなんだ。言っただろ、自覚。自覚を持てか。ステージは楽しいよ。この前お客さんの拍手や声援もらって俺も元気出たし、だからまたやりたいけど。楽しいは楽しいでいいじゃん。確かにこの前のステージゆずは良かったな。ありがとう、ひのきさん。ゆず、ひのきさんの言葉はもっと真摯に受け止めろ。受け止めてる。言っておくが、初ステージっていうのは勢いに任せて成功することがよくある。ビギナーズラックだ。きっとひのきさんはそう言いたかったんだ。ひのきさんの言葉はいつも深いんだ。そうなのか？いや、全然。ビギナーズラックはそれはそれでいいけど、その成功にあぐらをかくとその慢心がパフォーマンスに出て荒れてしまう。お客様は敏感だ。すぐに離れてしまうぞ。その方が好都合なのじゃないか。どういう意味だ？ユズが初ステージの勢いのままで人気が出ると、せっかくお前が築き上げてきた地位も危うくなるからな。オリーブちゃん。僕はそんなつもりはない。